こんにちは、みこです今日も暑いです8月になりました今日はねお昼ご飯を食べながらえー、っとついに復帰してきたおつぼね様の話をちょっとしていこうと思います今日のお昼ご飯は、えー、残り物の,のそうめんと残り物のナスと豚肉の味噌 炒めと残り物の,の白菜のお漬物です。でですねおつぼねさんなんですけどなんかやっぱりね7月はねすごい大変だったけどなんかおつぼねさんがいないっていうだけで解放された気分でまあみんな楽しく忙しく仕事をしてたんですよね。で昨日 まあなぜか,かねそのお坪さんの仕事のタイミング上を昨日7月の31日から復帰するっていうことでまあねついに帰ってくるぞっていう感じで、まあ、帰ってきてで、まあ、朝顔合わせた一発目は「大丈夫でしたかどんなでしたか?」みたいな感じで普通にまあねよくある。 あの復帰のね良かったですねみたいなゆっくり休めましたか体調はどうでしたかみたいなまあ普通のねその辺のくだりを一通りやってで、まあ、お局様がその第一声ねなんて言うかって私も思ってたんだけどまあ一応、えー、ともうおかげさまであのみんなのおかげで休めてすごく良くなりましたみたいなことをね一応言って。 ってくれましたでそのまんま、まあ、お坪根様はレジへ私たちは、えー、品出しの方へ分かれてそのまんま、えー、4時間5時間仕事をして、まあ、関わりが全然なかったのででまあねで私たちの中では、まあ、一応31日ということで今日でやっと終わるねみたいな感じですごい7月で一区切りっていう気分が。 あの大きかったんで、まあ、終わって「わあやれやれ7月も終わったね」とか言ってその一緒に、えー、とお酒レジの担当してたおじさんと 言ってでそのおじさんも「いやもう今月は本当にしんどかったよ」とか言って「もう本当に疲れたよ」とか言ってで「明日は休みなんですか?」とか言ったらなんか、うん「自分は休みだからゆっくりもゆっくり寝るわ」とか言ってすごい2人して開放感に包まれて「じゃあ帰ろう帰ろう」とか言ってわーっと帰っちゃったんですね。で明けの今日1日、えー、と朝来たらねなんか。 もうすでにおつぶねさんまのなんとなくご機嫌悪いのがもう分かったんですよなんか一応挨拶はしてくれたんだけどんなんかもう怒れてるなみたいな感じででなんかよく分かんないけどまあなんとなく機嫌悪そうだからもうほっとこうあ一応挨拶もしたしほっとこうと思って自分の仕事をしてたら、まあ、私の後から来たもう一人の女の人の。 えっと、人になんかすごいね愚痴をなんか言ってで捕まっちゃってその女の人がなんか延々もう10分ぐらい経ってもなんかこっちの作業する方に来ないんですよであこれはなんか捕まってるわと思ってなんかなんとなく私のことを言ってるっぽいような気がしたんですよね。 で、やっと解放されたその女の人がバーって戻ってきた時にやっぱり私の方に近づいてきてあの「昨日のことなんだけど」っていうことで「坪音さんがねちょっと怒ってるんよ」とか言ってあの言ってきたんですね。 ああやっぱりかと思ってまあそうだろうなと思ったけど何やらかしたかな私とか思ってでって話を聞いたら昨日なんとねあの帰る時に私とその男の人ねペアでやってた男の人がなんかお先に失礼しますっていうね挨拶なしにねあの勝手に帰ったみたいで。あの それがねすごいなんかもう非常識じゃないかって言ってなんか挨拶もなしに帰るなんてどういうことなんだみたいな感じで怒ってたっていうことだったんですね。 あそのことかと思ってこれ私もちょっと笑ったん笑っちゃったんだけどなんかね1ヶ月もそのおつぼね様がいない状態で働いてたからなんか昨日もう帰る時になんかもうね全然頭からおつぼね様の存在が抜けててなんかこうわっとみんなまあちょうどその。 品出しの方が昨日は4人だったんで「すけど4人でああ終わったね」みたいな感じで「ああ疲れた疲れた」みたいな「7月も終わりだね」みたいな感じでなんかワイワイ言いながらあの着替えたりしてたらもうすっかりそのお酒のコーナーにその人がいるっていうことがもう頭から完全に抜けててもうこっちも意地悪でも何でもないんだけどマジで忘れてたんですよね。でそのままスイート帰って私も家に ぐらいいにあれみたいなそういえばおつ坪根様はまだ仕事をしてたなとか思って思ったんだけどまあいっかみたいな感じで家に帰っててでもまあねそもそも論としてそのお坪根様の方はどうかっていうと自分もね結構自分の仕事が終わったらこっちが。 残ってても別に挨拶とかせずに、ふいっと帰ることとか結構あるんですよ。で、こっちがまだ、その、売り場で品出しをしてる時に、もう勝手にその、タイムカード切って着替えてて、自分買い物格下げて、こう買い物にふらっと私の目の前に来たりして、それでなんか、ああ、もう終わったからお先にね、みたいな、そんな時が結構あったんですよね。 まあだからまあ昨日ね挨拶せずに帰ったのはまあちょっとごめ,んごめんなさいと思ったけどまあそんなにね次の日にあのぐち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 人づてで私にの耳に入れるようなほど大したことをやってるとは思わなかったからまあその言ってきた人にはね「ああまあまあまあもうそんなほっといてください」って言って「よくあることなんでもう気にせんといてください」とか言って言ってで私は今日の帰りにね どううしようかなと思ったんで「すよねで、うん、今日も帰りを挨拶をせずに帰るのはまあ角が立つか」みたいなかといって挨拶に行くのも面倒くさいなと思ったけどまあまあ一応挨拶だけしとくかなっていうことで挨拶しに行って「お疲れ様でした」「お先に帰りますね」って言った後に「昨日のはあの聞きましたけどあれね別に意地悪とかじゃないんでたまたま。 1> なんか1か月もおられんかったからなんかもう昨日すっかり存在忘れちゃって「すいません」とか言ったんですよ悪びれずにそしたらそのおつぼね様が「えっ私,私ってそんな存在感ない私ってそんなに存在がない人?」みたいな感じでなんか言ってたけどもう私言うだけ言ってもうくるっと厳しを返してもうその。 存在感がどうのこうのみたいな話はなんか遠くで言ってたけどもうなんか無視して言うことだけ言ってスススタスタスタと帰ってきちゃいましただからね多分今日のその私のやり方で多分またムカって怒ってると思うんだけどなんか私もちょっと吹っ切れたっていうか。 んもうどうでもいいやと思ってなんか1ヶ月いなかったら私の中でなんかそのお局様という存在感がすごくちっちゃくなっててまあなんか遠くの方でなんかなんかわめいてるなみたいな感じのそれこそ小さな存在になってるんだなと思ってもうあんまり気にせずにまあ私は私のやりようでやっていこうみたいな感じで思って。 という感じの1日でしたね私もなんか自分の性格がよくわからなくってすごい図太い性格なのか気が小さい繊細な性格なのかまあ繊細っていうとすごいなんか聞こえがいいけど何か すごく気が小さいところも自分ではあるなと思っててあの人の顔色を見るというかなんかやっぱり周りの人がちょっと不機嫌だとすごく自分もそれに左右されて機嫌がなんか悪くなるというかテンションがすごく下がっていってなんか全然関係ないみたいな。 とくはなれないなれい思ったりする,時もあるしでも今日の昨日今日の私のやりようをあの客観的にというか第三者的な目で見るとかなりの図太さを見せてるなとも思いよく自分自身がつかめないところではあるんだけど。 ちょっっと性格判断っていうかね自分の性質判断みたいなのをやって、って本質を知りたいなみたいな思ったりするけどまあとにかくちょっとね昨日今日のこの一日の中で自分の気持ちの持ちようがすごく変わって何か。 昨日ぐらいまではまあお坪さん帰ってくるななんかまたいろいろあれなのかなとか思ってドキドキちょっとしてたけどまあ今日その過ぎてみたらまあもうどうでもいいかみたいな感じでちょっと思ってます。はいというわけでおつぼね様復帰の報告でした。 動画内で連発してます答えはコメント欄へ